新規のお客さん大歓迎の作品にもなってるんで、はい、結構全方位的に攻められるような鳴海宗吉を演じている津田健次郎さんです。全ての条件を華麗に満たしている。人が立って実際に体を晒して演じるみたいな前提があるみたいな本だったので、それがよりギミックがこうちょっと複雑というか、最初にときめに会いに来て緊張しながら過去をとくとくと語ると過去の映像が出てきて回想しながらっていうのがあって、でもその中でもこう交わされるセリフの数々っていうのは人が普通に会話するようなこうナチュラルな内容っていうんですかね、メインで数多くこうセリフをやり取りするのがこう内山さんと津田さんと僕で3人だったので、その3人だけがこうスタジオにこう揃って、それもすごくこうやりがいがあってやってて楽しかったですし、なんか純粋にこう自分がお芝居でこう2人と掛け合えることがすごく楽しみになったなって台本を読んで思いました。僕はフード探偵の漫画と読み比べるような形で、まあ、台本も見ていた流れになるんですけれども、フード探偵そして仮面ライダーダブルの物語の確認つながってくるような本当に重要なストーリーだと思ったので、まあ、これは劇場版で見たくなる作品だと思いましたし、ファンの方々がとても喜ばれるだろうなと思ったので、こう皆さんが期待するアニメになっていくだろうなと思いました。ビギンズナイトの魅力、それは鳴海宗吉です。まあね、もう鳴海宗吉を演じている津田健次郎さんです。キャストが魅力です。キャストが魅力、そう、魅力は本当にキャストぴったりだし、でかっこよくないといけないわけです。男が憧れるかっこいい男じゃないといけないっていう、全ての条件を華麗に満たしている。劇場での公開が発表されてスタッフの皆さんがこの宣伝とかを SNS でされてるのとか見ると、まあものすごいバズり方ですから、もう2期も津田健さんの投入によって、そこまでもう手こ入れがすごいですから、すごいね、もう津田さんの投入によってこう2期はもう固い、もう盤石だろう。さすがだな、ありがとうございますっていう感じですね。本当にいろんな秘密が明かされていく物語なので、あのフード探偵のアニメとか、まあ、漫画って、まあ、いろんな入り口から入られていると、読者そして視聴者の方々がいると思っていて、もう全部追いかけている。ダブルのドラマからゲームとか、もうあらゆるコンテンツを追いかけて愛してくださっている方もいるだろうし、ドラマから追いかけてる人はそうだよねってなるところもあるだろうし、漫画フード探偵の漫画から入った人はってびっくりする部分も多いだろうしっていう、なんかこういろんな感想が浮かんでくるストーリーになるだろうと思っていて、だから全部追いかけますっていうタイプじゃない人は今回の劇場版から入って、あ、じゃあシリーズも見てみようっていうのも全然ありな作りになってるので、めちゃくちゃ革新につながるストーリーであるとともに、新規のお客さん大歓迎の作品にもなってるんで、結構全方位的に攻められるような作品に。これ見てテレビアニメスタートですもんね。言っていいんですよ。つながり、話のつながり的にはそうなってるんで。なるほど。まあアニメに行ってからもういい、もう何でもありですね。確かに何でもあり。いずれ 3期3期までいっちゃって欲張りだな。あ、そうだなと思いました。そうね、間口は広いんじゃないかなと思います。翔太郎の生き方の中でこうは間違ってるって思うことを言うフィリップに対して、なんかこう思いっきりこう襟首掴んで自分の気持ちとか言葉をぶつけていく様子っていうのを、翔太郎自身も若いあの時代っていうのもあるし、確かに合理的だけど正しいことを言ってる時もあるんですけど、そこに対してこう思いっきりぶつかっていくことで違いもすごく明白になるし、引いてはその翔太郎の青臭いなって思う部分もやっぱりこう前に出てくると思ったので、テレビシリーズよりももうなんていうか思いっきり言ってるというか、思いっきり感情ぶつけに行ってるっていうのはあったと思いますね。翔太郎とフィリップの関係性はアニメシリーズと比べると全然違う、まあ、当たり前なんですけど、会話シーンとかもこんなに最初冷たい翔太郎に対して接してたんだっていうのが、アニメシリーズを終えた後にそっちにっていう流れだったので、そこは結構新鮮だったし、まあ、でもフィリップっていうキャラクターの歴史を踏まえれば、まあ、それも
まあそうだよねってなる流れだったので、うん、やっぱりそこにおいてはフィリップの、というキャラクターが辿ってきた歴史を整理して考えて、うん、じゃあ劇場版今回のフィリップはどう表現していこうかっていうところに戻って考えていくことが大事だったのかなと思います。バングジョーカーのシーンはとにかく獣のように力強くパワフルにワイルドにっていう演出でがあったので、もうとにかく何にも考えずに大きな声を出すっていう大きな声だから結構酸欠になりました。大変そうだったそこはもう結構なんか頭ボケーっとして、うん、日頃はあれだけ、はい、他の演者さんもあんなにうわーってなることないですもんね。変ですね、うん、それ獣感混ぜてね。酸欠対策とかなんかありますか？酸欠対策、ああいうシーンってさ、あない、あ、ね、何日頃の鍛錬、なんかふってなった瞬間に前に出るようにします。前、前一回前に出るようにします。そうするとフラッと来た時、フラッと来た時倒れないからそれはそうです、それは確かに。そうでも酸欠になってるシーンなんだもんね、うん、要はなんかそうそうですね、出し切るみたいなところ、うんうん、出し切っても余力残しとけばいいのか。でもなんかその余力がない息も入れちゃおうって思いますよね、うん、またあった方がいい場合もありますしね、うん、前に出るっていうのが参考になります勉強になった独特すぎですよ。ふらってきたら前に、前に重心かければいいのか。そう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 、後ろに行っちゃよくないって勉強になった。愛される人だなって思うんですよね、やってて。翔太郎っていう人は特にね、そのフィリップのような素晴らしい知識となんかインテリジェンスがあるわけでもなく、だけどなんかその絶対に曲げないであろう正義感があって、依頼人に悲しい思いをさせたくないであるとか、人を助けたい思いだったりとかっていうのがすごくこう、なんなら小学校の頃から多分変わってない、幼さにも似た形でなんかもうにじみ出ちゃってるから、悪いやつじゃないっていうのが分かっちゃうっていうか、こうやってまあなんか若造が一生懸命頑張ってるから、だったら手貸してやるよみたいな、じゃあ私も手貸そうかみたいな、そうやってなんかその彼の純粋なところが、綺麗なところがどんどんこう人をこう引きつけて巻き込んで事件解決になんか向かっていくっていうところがあって、なくしちゃいけないものをちゃんとずっと持ってるところがすごく魅力的なキャラクターだなというふうに思ってますね。フィリップはまあ表面的にはクールでミステリアスなところも魅力的だなと思いますし、あとそこから何か一つ興味のあるものを見つけた時に好奇心全開でわーってこう湧き上がる気持ちを抑えられなくなってるところとかも、なんか普段とのギャップが見えてそこも魅力につながるんだろうなと思いますし、あとはやっぱりキャラクターとして興味深いというか、もっと知りたくなるっていうふうに思わせるポイントとして、やっぱり今回の劇場版でも描かれるような、これまでどんなふうな道のりをたどってフート探偵の物語までたどり着いたのかなっていうのが今回また分かるので、そういうこう掘れば掘るほどいろいろなものが出てくる、たくさんのことがあった人生というか何というかっていう部分も含めて、本当にいろいろなキャラクターとしての引き出しというか要素がギュッと詰まったキャラクターのところが、まあ、みんな、好きになったり魅力を感じたりするのではないかなと思います。ぜひあの劇場の大きな画面と素晴らしい音響でこのフート探偵の劇場版をご覧いただきたいなと思います。テレビアニメも本当に素晴らしいクオリティでしたけど、劇場版はですね、あの細かいニュアンスとかいろんなものがこう拾えるし感じていただけると思うので、もう素晴らしいキャストでもですね、あの仲間に入りましたから、ぜひあの劇場で盛り上がりながら見ていただけたら大変嬉しく思います。よろしくお願いします。今回の劇場版はもちろん仮面ライダーダブル、そしてフート探偵を好きな方にはおすすめしたいですし、こっから入っても大丈夫という作りになってますので、まだ何にも知らないよっていう人もこの劇場版をぜひ映画館で楽しんでいただいて、そこからいろいろ興味の幅を広げていって、いろんな作品、映像も漫画もいろいろありますので楽しんでいただければと思います。よろしくお願いします。